水道です。約 5.2 キロ直線線路が続いています。映画のワンシーンのような景色をお楽しみください。そして列車はまもなくトンネル内を走行していきます。このトンネルは谷の上トンネルといって、九州では4番目に長いトンネルです。約 3.5 キロ続いておりますが、こちらのトンネル内も引き続き直線線路が続いています。トンネルに入りすぐに